皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本の道路は一般論として無駄に作りすぎていると言われています。日本の道路総距離は地球のおよそ30周分に相当する128万キロメートル以上ありますが、日本と同程度の面積であるドイツの総距離は約64万キロメートルとなっており、比較してみると2倍もの距離があるのです。道路密度を比較してみると、ドイツの 1.80 平方キロメートルに対し日本は 3.26 平方キロメートル。どれだけ日本の道路が過密しているか伺い知れます。その過剰にある日本の道路ですが、実は道路の舗装率は 80% を超えており、日本国内の大抵の道路はきちんと舗装されていることがわかります。そんな日本の道路ですが、日本を訪れていたあるカナダ人が東京で驚きの光景に出くわしたというのです。このカナダ人の男性は深夜の街中を歩いているとある光景に出くわしました。その光景自体は特に珍しいものではないのですが、翌朝に同じ道を通ったところ、たった数時間後であるにもかかわらず衝撃の光景を目にしたのでした。一体何を目撃してしまったのでしょうか。今回は深夜の東京で目撃した驚きの光景に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本に旅行で訪れていたカナダ人が深夜ホテルに戻る際、作業員が道路の再舗装工事をしている光景を目にしました。しかし翌朝同じ場所を通ってみると、深夜に目撃した道路工事はきれいに再舗装が完了しており、資機材なども含めて何事もなかったように整然としていました。そうです、道路を再舗装する工事は一晩で終わっていたのです。この光景を目の当たりにしたカナダ人は自国との違いに衝撃を受け、なぜカナダでは日本のように工事ができないんだと思いの丈を吐露したのです。日本の道路工事を請け負う会社は大きな役割を担っていると考えています。道路工事は新しい道路を作るだけではなく、定期的なメンテナンスや災害発生時の復旧工事など様々な整備を行っています。交通機能はもちろんのこと、都市形成や物流など生活の基盤を支える社会インフラの一つで、人々の暮らしに欠かせない道路網、それを支える重要な役割を果たし、社会貢献度の高い仕事だと考えているんですね。このことがよくわかる災害発生時のエピソードをご紹介したいと思います。マグニチュード 9.0 を記録した東日本大震災で崩落した高速道路をわずか6日で復旧させ、世界が驚愕しました。崩落した高速道路の復旧にあたったネクスコ東日本では、地震発生直後に災害対策本部が設置され、発生当日の19時には管内全域の被害状況を把握、報告写真を確認すると直ちに手を打つべきと判断、復旧計画が練られ始めました。150メートルにわたる長い区間が一気に崩落した場所では、高速道路の基礎となる盛り土が崩落しており、余震が続く中、この区間が大きく崩落した理由を把握しながらの作業となりました。仮復旧の段階から基礎部分に関しては本来の建設基準に沿った作業を行ったといいます。当時この日本の仕事の速さには、世界中から日本の道路屋はどんな魔法を使ったんだというコメントが殺到したそうですが、現場ではとにかく正攻法で黙々と復旧作業に当たったそうです。この様に、これまでも日本は大規模な道路の復旧工事で世界に衝撃を与えたことがありましたが、一般道の夜間工事の速さでも世界に衝撃を与えてしまったのです。日本で夜間の道路工事の速さに衝撃を受けたカナダ人、その衝撃の光景に対し日本人の恐ろしさを知ったと多くの外国人たちからコメントが寄せられました。早速寄せられた声の一部を見ていきましょう。一晩だって？日本は流れる時間の速さが違うのか？30ヶ月じゃなくて？彼は異形を目撃したんだね。
カナダは舗装するのが難しいんだよ。自然環境にもよるのさ。まあ工事期間が長すぎなのには同意するけどね。日本はちゃんとインフラにお金をかける国だもの、当然じゃないかしら。東洋の国では道路工事は夜間に行うわよ。日中には通行止めをしないのよ。カナダでは年を越してもまだ終わらないだろうね。日本は一日あれば橋だってかけてしまうよ。道路の再舗装工事だったら一晩あれば十分じゃないかな。カナダ人の作業員じゃないんだから、日本人はしっかりと計画を立てて予定通りに工事を進めるさ。本当に、なぜ?と感じてしまう気持ちに激しく同意するよ。日本の一日はカナダでは3ヶ月くらいなのか?宇宙へ行って帰ってきても道路の穴は塞がっていないだろうな。結局は組合の問題だろ?それに政治が腐敗しているんだよ。改善は望めないさ。長い冬を理由に挙げる人もいるけど、それは理由に入らないと思うよ。日本だってたくさん雪が降るし、広範囲にわたる豪雪地帯が広がっている。でも道路工事に8ヶ月もかかったりしないよね。道路というと皆さん黒いアスファルトの道路を思い浮かべますよね。日本の道路は一般的にアスファルトで舗装されています。このアスファルト道路ですが、実は何層にも重ねられた構造になっているのをご存知ですか?一番下に路床と呼ばれる土の部分があり、その上に路盤と呼ばれる砂利などが含まれる砕石の層が上下2層に分かれて敷かれています。その上に基層というアスファルトで作られた層があり、ようやく表層の黒いアスファルトが敷かれ、全部で5層構造になっているのです。このように日本ではアスファルト舗装が主流ですが、欧米の舗装はアスファルト舗装だけではありません。ヨーロッパでも少なくなったものの、石畳の道路があり、ドイツやフランス郊外で見かけます。また、ドイツではコンクリート舗装の方が長寿命であると考えられており、オーストリアでも交通量の多い高速道路の3分の2はコンクリート舗装となっているのです。すべての道はローマに通ず、やはりヨーロッパの道路といえばローマ街道ですが、このローマ街道、実は古代の高速道路でした。古代ローマの軍隊が迅速に移動することを目的とし、可能な限り直線で建設されました。幅は4メートルで、馬車がすれ違うことのできる広さがあり、車道の両側には3メートルの歩道が設けられていました。道路の断面は厚さ 1.5 メートルで4層構造になっており、路面は敷石で舗装され、重量のある分厚い石を敷くことで道路の安定性を高めていたそうです。実は日本の高速道路は路面の質が世界トップレベルだと言われています。日本の高速道路の走りやすさは、海外の高速道路を走ったことのある人ならとても納得できるものでしょう。欧州や中国ではたとえ新しい高速道路であっても路面のガタつきを感じるといいます。またアメリカではアスファルトではなくコンクリートの路面が多く、ザラつきとタイヤとの接地音が大きいそうです。一方で日本の高速道路は車の重さに対し柔軟性に富んだ構造となっていて、自動車やタイヤの性能を発揮できると言われているんですね。高速道路に限らず、路面の質は騒音、振動、突き上げ感、乗り心地もさることながら、自動車の劣化や部品の交換頻度にも影響を与えます。そして日本の技術員はさらなるレベルアップを念頭に設計や工程を構築するそうです。他国とは設計思想が異なると言えるのです。また公道ではありませんが、千葉に世界一の急勾配を持つアジア初となる会員制ドライブコースのオープンに向け、工事が着々と進んでいます。フェラーリやポルシェといったスーパーカーで走りを楽しむことを目的としたドライブコースで、一般道ではありえない 18.65% の縦断勾配やコース内側の曲線が 10 メートルの急カーブなど、規格外のコース設計が予定されています。一般的にアスファルト舗装を施工できる縦断勾配は 14% が限界と言われていますが、限界を 5% 近く超えた路面の施工にチャレンジしているのです。道路の舗装は紀元前3000年頃から行われていて、
古代エジプト時代、ピラミッド建造のため石材運搬用の舗装道路が発見されています。その後、紀元前1600年頃の地中海クレタ島で基礎部分にセメントや石膏、火山灰を混ぜたモルタルを使用し、その上に玄武岩の板石や砕石を表層として敷き詰めた舗装道路が発見されています。世界で初めてアスファルトが舗装に使われたのは紀元前600年頃のメソポタミアの中心都市バビロンで、基礎部分のセメントやモルタルに代わりアスファルトが用いられました。道路は古代から重要なインフラとして発展・整備されていたことがよくわかりますね。このように古代から行われていた道路工事ですが、現代各国によって様々な事情を抱えているようです。最後に道路整備に対して寄せられた外国人たちの声をご紹介していきたいと思います。こんなに早い工事ができるのは日本人だけじゃないかな。日本だけではないよ。ルクセンブルクでも週末に工事して月曜日には道路の補修工事が完了しているよ。カナダでは労働組合の活動が盛んだからね。できるだけゆっくり仕事をして、できるだけゆっくりと休憩を取るんだよ。それに外部契約の作業員で人件費が高くつくんだよね。これぐらいの作業だと2ヶ月はかかるんじゃないかな。それに2年もすれば同じ場所を工事し直さないといけなくなるんだ。カナダでも工事はちゃんとしているんだよ。地盤や気候の問題があるし、雨の影響でまた穴が開いてしまうんだよ。確か90年代には夜間工事が計画されていたはずよ。でも夜間だと重大な事故が多く発生したのよ。飲酒運転とか居眠り運転とかね。夜間工事は労働組合として難しいんじゃないかな。昼間の2倍くらいの報酬を請求されることになるよ。作業員の労働組合が工事効率を下げているんだよ。でも労働組合を排除するわけにはいかないからな。なかなかウィンウィンにはならないよ。日本には私腹を肥やすことしか考えていない腐敗した政治家はいないからスムーズに運ぶのさ。日本にだって工事をめぐって問題を起こす政治家はいるよ。それに2月と3月は道路工事が増えるらしいよ。予算が余らないように不要な工事をするんだってさ。費用を膨らませすぎなんだよ。優先されるのは工事の効率よりも上からの指示だからね。わざわざ税金がかかるように仕組まれているのさ。少しくらい道路が壊れていないと次の選挙の公約にできることがなくなるからね。道路が完璧な状態だと困るんだよ。日本人一人で西洋人4人分の働きをするんだよ。個人の労働理論が違いすぎるよ。日本人は昇進してどれだけ昇給したかよりも職務をどう全うするかを重要に考える人たちだもの。どんな作業でも効率やより良い成果を第一に考えて作業にあたる。それが日本人だ。労働面での倫理観や理解力、仲間への敬意と思いやり、そういったポジティブな資質がないからね、日本の作業にはかなわないさ。結局は国のトップの問題じゃないかな。アメリカだって一緒だよ。いつまでも工事が終わらないよ。もう少し頑張ってほしいよな。カナダの公務員は夜間に働くときは3倍の報酬を要求するよ。かといって仕事が早くなるわけじゃないんだから、どうすりゃいいんだ。日本では人や車があまり通らない田舎の道ですら壊れたままにはなっていないよね。すごい国だよ。政治家の腐敗やお友達感覚での工事発注で工事の仕上がりが悪くなっているんだよ。工事が遅くても誰も文句を言えない環境だ。翌朝に工事が終わっていたらそりゃ驚くよ。日本人が魔法を使ったわけではなく、ただ誠実に作業に取り組んだ結果なんだよね。素晴らしいよね。こういう日本での生の声を聞いちゃうと、日本人って何者なんだ？スーパーマンなのか？と考えてしまうよ。カナダでは作業のできる季節が限られているんだよ。それに道路の下地の確認作業に時間と手間がかかるんだ。作業員たちは可能な限り作業に徹しているよ。これは本当のことだ。人々の生活を支えるため重要な役割を果たす道路網ですが、どこの国でも道路などの公共工事に不満を持つ人は多いようです。また
紀元前から脈々と道路に関する技術革新は繰り返され、一般道では不可能な急勾配のアスファルト舗装にも挑戦していることが分かりました。そしてもう一つ、アスファルト舗装の分野の新たな取り組みとして、廃プラスチックをアスファルト舗装に使用する研究が進められているそうです。マテリアルリサイクルの一環として、骨材の代わりに廃プラを使用するそうです。成功すれば世界でも広がるかもしれませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。